おぱいファクトリー、おぱい村田です。おり村田です。やってきました。今日はね、エコキュートを持ってきました。イエーイ。これ俗に言う電気温水器、はいはいはい、なんですよこれ。で、これ何で持ってきたかって言ったら、今ね、鉄、スクラップの鉄が11年ぶりのバブルなんですよこれ。なんか言ってますね。今めちゃめちゃ鉄が高いんで、これをね、バラして売ったらね、いくらになるのかなって。おー。これで、中見たことないと思うんですよ。ないない。普段は。いや、これもないです。中にね、鉄以外の、いろんな金属が入ってるんで、それをいろいろ仕分けすると、はい、ちょっと感覚があると思う。なんか金属ごとに分ける感じ。そう、そうなんですよ。はいはいはい。ね、混ぜればゴミみたいな、はい、分ければ資源みたいなね、感じで、で今回これをねバラしていくんですけれども、まあ、そのバラすね風景とか、まあ、いろんなね金属出てくるんで、それを紹介しつつ、はいはいはい、で最後にはいきなりなったかを、いや気になるっすね。はいはいはい、ね、みんなでねご紹介できたらいいかなと思います。うん、イエーイ。じゃあもうバリバリ早送り行くんで行ってみます。イエイ。はい、じゃあバラしていきます。イエイ。大事に。はい、ということで中身ね、こんな感じ。ちょっと全貌が見えてきたでしょ。うん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 。あとはこれをねひたすらね、うん、外していきましょう。オッケーでーす。イエイ。こんな感じです。イイ。これ鉄くずですね。特に、ね、あれタンクはやっぱ鉄だったんですね。磁石つきましたね、うんうん、タンクね。でこれに付随してついてきたものね、はい、これはトランスとかモーター、はいはい、でこれ分電盤ですよ。これモーターやね、これもね、うんうん、でこれ基板でしょ、はい、でこれ電気のせい雑線って言われてます。特に雑線で、こちらが銅管ですね。ほう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 。で、これが真鍮。はい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 。まあ五円玉ですねこれ。これ色似てるんですけど、やっぱ違うんですね。銅管とね、真鍮。そう、まあ十円玉、五円玉みたいな。なるほど。わかりやすく言うと。わかりやすい。で、これはすべてね、お金にね、買えることができるんですけれども、今回はこれとこれだけをちょっと。売りに行こうかなと思います。でこの辺のものはね、重量がないんでね、うん、まあちょっと売れないんですよね。なるほど、重量がいるんですね。やっぱね、1キロとか、まあ、トラックでやったらね、10キロからなんで、今回はこれは売らないと。で、あとゴミも出ました。今回発泡スチロール、袋2つ分ね。結構な量出てますね。かさばるから、これね。これ細かいクズね。細かいクズもホースとか。で、まあ、これはね、もう、産廃屋さんにね、処分してもらいます。まあ、これ大体多分ね、1000円とか、1500円、1.1500 円ぐらいで処分してもらいますんで。はい。じゃあ早速、売りに行きましょうか。イエイ。鉄くず売ってきました。でまずね、
鉄80キロで単価30円、1キロ30円、ね、で銅が2キロで1キロ670円で真鍮が3キロ460円で計5120円になりました。まあね、ゴミもあるんで、まあ、それを差し引いたら、まあ、3000円4000円かなになります。まあ、こう処分でね、お金かかるぐらいであれば、こうやってね、皆さんもね、バラしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで今回ご視聴ありがとうございました。